自公の連立でありますけれども、もうこれもですね、早いもので今年23年になります。1999年の自公連立のスタートを切ったのは、私の父であります先代の小渕恵三が内閣総理大臣をしていた時でありました。当時はですね、バブルが弾けて本当に大変な時でありました。しかし政治を見ますとですね、ねじれ国会ということで、なかなかこう法律も通らない、そういう状況の中で、公明党さんに声をかけた。今日本を救うためにこれは一緒に力を合わせてやるべきだ、そういう思いの中で、連立が組まれたわけであります。23年しますと、いろんな課題もあります、ぶつかり合いもあります。しかし我々のいいところは、大事なことは国民の皆さんの暮らしを守る、そして日本の未来を作るために、いろいろぶつかることはあっても最終的に結論を出していく。自民党と公明党がこれからもしっかり日本の経済、暮らしを支えていくことが何よりも大事であるかと思います。